森蘭丸の一生。1565年に終わり、織田信長の家臣、森義成の三男として生まれる。母は妙高に、蘭丸は俗称であり、本名は成俊と言われている。他にも、長貞や長安、蘭丸、蘭法師とも呼ばれる。父は蘭丸6歳の時に戦死し、あとは兄、長吉が継いだ。13歳で弟、坊丸、長高、力丸、長氏と共に信長の故障となり、以降は信長の側近として活動する。近従として信長の世話をすることが多かった。使者としての活動も多く、信長後期には二例が記されている。また石山本願寺との戦いでは母、妙高にと共に和睦成立に奔走した。この時信長は妙高にの子を出家させることを和睦条件の一つにし、末子の前置よ、後の森忠政がその役を担った。また蘭丸は美少年、聡明であったともされ、一説には信長と特別な関係であったとも言われる。17歳には近江500石を与えられ、翌年には美濃金山及び米田島を与えられる。5万石の領地であり、岩村城主にもなったとされる。しかし信長の世話係であった蘭丸は在城せずに、兄、長吉の家老、鏡本政が城代をしたという。元は兄の領地であり、甲州征伐で活躍した兄が信濃川中島に領地替えとなったために、蘭丸が引き継いだ。しかし信長の重臣、明智光秀が裏切り、主と共に死去してしまう。本能寺の変、享年18歳、光秀配下の安田国継によって討ち取られたという。その際の格好は白こそで起きており、髪は修善寺市で作られた平本湯を使って茶筅曲げにしていたとされる。国継は信長も槍で傷を負わせたと言われており、その後の信長は腕に銃弾を受けて自ら部屋に入り、襖を閉じて自害したとされる。しかし蘭丸も信長も最後の状況は諸説あり事実は不明である。なの、蘭丸は幼名でもあるため、蘭丸は元服をせずに死去してしまったとされ、共に故障となっていた二人の弟、坊丸と力丸も死去してしまう。森家は兄、長吉が継いでいたものの、蘭丸死去2年後に戦死、あとは末子、忠政が継ぎ、後に川中島藩初代藩主、そして津山藩初代藩主となる。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。